やっぱりあれっすか、センターか何かっすか、ふささんは。なんかめっちゃもやってろうけど。夜の青葉なんて初めて来た。やっぱ昼間とは雰囲気違うなぁ。あんなキャラクターものあったっけ？でもなんかちょっと違いすぎるような。何あれ、キノコ？これあれじゃない？ウサピオに似とるって言ったやつ。この子が。どう考えてもおかしすぎるだに。街中変な生物だらけだによ。あれは、ナメキチ？街中がナメキチだらけだ。どういうこと？一体何が起こってるだに？これか、キャラクターが現れるっていうやつ。お、誰だ？かわいい、アンビリバボー。妖怪発見！この周りのやつは妖怪ではないのか。何？なんか幻想的な感じ？あいつは、妖怪アンビリバボーだに。アンビリバボー。名前からして、このアンビリバボーの現象はあいつの仕業に違いないだによ。何何？アンビリバボーを追いかけよう。追いかけよう。ん？そこ？何？信号で止まっとん。おりやん。へぇ。あ、この辺何？信号、何？信号渡ってない。赤信号。ちょっと待って、捕まえろー。めっちゃおるやん。なに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 、消えたけど。ここメイドカフェっすか。どっから入るのこれ。あ、ここ、なぜメイドの格好をしている。あれ、アンビリバボーは。お、なんか来た来た。ちょっとアユナリン、お客さん待たせてるよ。誰だよアユナリンって。おや、あゆなりん？私のこと？なぜ働いてるの？って、なんじゃこりゃー。メイド服なんて初めて着たよー。テンション上がっとるし。えひょー、テンション上がっちゃう。めっちゃ飛び跳ねよる。ほらほら。バカなこと言ってないで、あのお客さんに対応して。ウサピンはなぜ座ってるんだ？お客さん？お客さんって、ウサピン？いや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 、何？どういう設定っすか？なんかいきなり世界観に引きずり込まれてるけど。なんだかよくわかんないけど、面白いから流れに乗っちゃおう。ウサピョンもわかってるよね？操られてないよね？愛情オムライスをウサピョンに食べさせろ。どんなクエストだ。いらっしゃいなめ、ゆっくりしてってなめ。なめ。ゴビ。ウサピョン。こんにちは。お待たせいたしました、ご主人様。あゆな？その服は何だに？ほらほら、愛情たっぷりですよ。召し上がれ。何とるだに？ていうか、どう見てもオムライスの色じゃないだに。こんなもん食べたらしい。どうした？おー、来たよ。かわいいやん、オムライスの色やん。待って。違う。これ、オムライスの色やんって思ったけどさ、そのソース的なものは一体？なんか紫の液体が見えるんだけど。ウサピョン死にかけよりよ、大丈夫？あのサラダとかとんでもない色してね。ウサピョン殺されよる。やばいやばい。てや、よく見たら全体的にダメじゃん。ちょっと待って、あれ、あのご飯の色何？何事？恐ろしい。これをすべて食べさされるん？こんなん絶対平らげんやん。平らげれんやん。てか、何を入れたらご飯がそんな緑になるのさ。食べてしまったよ。お、2回しかミスしてないやん。惜しい。ボーナス獲得。ショートケーキを手に入れた。お、これで。金の粒ボーナス獲得。スタミナもアルファを手に入れた。大丈夫かい、ウサピョン。お口直しにショートケーキがあるよ。まずいだに。うっ。
一体何を入れたらこんなひどい味になるだに？てかいつ作ったんだ。まだまだありますよご主人様。愛情オムライス大盛り10個、全部お召し上がりくださいませ。ちょ、やめるだに。てめ、殺す気だにか。お、アンビリバボー。アンビリバボー、やっぱりお前の仕業だに。お、元から下手くそなわけではなくて。あゆな、こんなことしてる場合じゃないだによ。はっ、どうやら我を失っていたようだ。え、いつも通りのキャラでしたけど。なんでもいいから早く追いかけるだに。全然早く追いかける気ない。マジか。次また別んとこ。てかさっきの店長さんおらんくなったけど。食い逃げだな。あれは妖怪？どこ行った？こっちか。あそこに、てかいろいろ、いやーぶつかった。ぶつかった。ダイナシーたちが、ダイナシーって。ダイナソーみたいな感じ。おし。止まれい。お、捕まえれた？なんてことだよ。え、どこ？ここ？アニメ堂？違う、地下だ。地下？地下じゃねえよ。あー、邪魔だよ、もう。地下じゃなくて裏道だ。ケチヤが現れた。どこ行った？え、ここも通り過ぎた？もしや。マジかよ。あ、あれじゃね？どこだ？こっちか。待てよ。お、消えるか？消えた。この先？てか、女の子一人でよくこんな場所に。何あのマーク？何それ？見えづらいし。なめきちたち邪魔なんすけど。ここ？今度は。よく夜中にこんな裏道通れるね、女の子が。おい、逃げるなし。びっくりした、すり抜けたんかと思ったし。早くね、あんな場所通るの。てか、意外と足遅いな。ね、女の子がちょっと小走りでついていけるだけやのに。おい、こら。待てよ。え、それでは、議論を始めるなめ。なんか喋りうる。我々の存在理由、どうお考えなめ？愛を知るため。なるほどなめ。存在に理由などない。深いなめ。味噌汁になるため。切ないわ。もう一度考えてみるなめ。どうお考えなめ？愛を知るため。その繰り返しなわけね。ちょっと気になってしまった。めっちゃ議論しよったね。何？今度はニャーケービー劇場に入ってくの？そこ噛むかよ。いや。遅いよ君。ステージ始まっちゃうよ。急いで。おや？次は着替えじゃない。ステージって何のこと？とにかく行ってみよう。どこへ？こっちか。巨大な波吉がおったけどまた。あれ？ここってステージの上？着替えとるし。へえ、今度はニャーケービーになってる。アイナちゃん、リラックスリラックス。あ、例のフササ。フササタン？頑張ろうね。今日もいいステージにしようね。ほら、始まるよ。やっぱりあれっすか。センターか何かっすか、フササさんは。何、音楽ゲーム始まったし。ハンドルをくるくる回して飛んでくる球をキャッチしてね。何よ、それ。輪っかが出てきたら下画面をタッチ。ミスしたらゲージが減ってくの。ゲージがなくなっちゃうと失敗だからね。曲の最後までリズムに合わせて球をキャッチすればクリアだよ。わけがわからぬ。とりあえず回せと。何その歌かわいいんすけど。え、待って待って、どういう状態、何をすればいいのこれ。あ、こういうことね。あ、わかった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 。多分。え、輪っかが出たら立ち、あ、待って、なんかこれさ、上の画面に集中してきて下の画面あんま見えんかもしれん。早くならないでね。輪っかってどこに出てくるんやろ。どんな感じで出てくるん。あ、こういうことか。え、なになになに、押せてないじゃん。どういうこと。で、ゲージっていうのは左下のやつ。
あ、左下というか上の画面の左下のやつ。あ、待って待って待って、可愛いんですけど歌。え、どこをタッチすればいいんだ。輪っかっていうのは上の画面に出てくるの。やべえ、のろすぎる私。これ何、一曲丸ごととかそういうパターンっすか。今のは成功なの。あ、とりあえずなんか一曲終わったっぽい。ちゃんと踊り切れたっぽい。よかった。アンコール、アンコールだに。何ハマってんだ。はっ、ミーは一体何を。めっちゃ人気やん。お、アンビリバボー。アンビリバボー、いい加減にするだに。待って待って、アユナがまだ。まだステージ上でなんか、IQ を振りまきよるけん。今度はこの格好でうろつくのか。今日もライブ大盛況だったね。明日も頑張ろうっと。ふーにゃん。これか、ふさささんは。違う。あゆな、あんた。今日はダンス間違えなかったね。よしよし、えらいえらい。なんだ？あゆなは普段からステージに上がっているのか。これじゃん。あ、お疲れ、あゆなちゃん。いっぱい踊ってくたくただけど、やっぱりライブって楽しいよね。いや、初めてですけども。はぁ、今日も音程高いとこ出なかった。ふぅ、もっと練習しなきゃ。みんな大変そうやな。この格好でうろつくの超恥ずくね。んで、あ、次はもうここ出るんやね。どこだよ、アンビリバボー。あ、そこに。おったおった。待てやい。行き止まり。もう逃げられないだによ。君、ちょっとビビりすぎじゃない？言ってもたかがウサピョンだよ。そっちを飛ぼすかい。後ろ？何？何あいつ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。